今日は納車前に寸法を測りに来ました。ベッドは測ったの？シーシャの匂いがします。190の80って覚えてる？190の80。あ、ベッドの頭のところにも物を入れるあれがあるんだね。どこ？ベッドの頭とか。そこにタオルケットとか。ああ。170の190。白熊くん。170の190。これからつけるドライブレコーダーとか、どこのクッションを買うつだっけ、その下、うん、これを外す、外し方がわからんね。外し方がわからんね。見てね、聞いて、聞いたらテーブル外してみました。これどうやって外すのか、奥のところがちょっとロックになってまして。あ、そうなんだ。失礼しますね。ちょっとここに一回置いてもらって、ここの大きさを測りたいです。ああ、なるほど。ちょっと斜めにしてちょっと、あ、なるほど、横からじゃないとちょっとやりづらいんですけど。なるほど。それがそこの下に来るんですよね。メジャーどこだっけ？それはパッと置くだけ。そうですね。逆にしないとダメだったかな。テーブルじゃなくできるってことか？いや、これが下の台座なの。これの上にクッションを置くの。クッションというか、これを。これで、はい、はい、ありがとうございます。フラットになりますね。なんでこれがタクフラットなの？これを外して、ここに置く。あ、エアコンの方もちょっと今、電気入れてるんで。すいません。ありがとうございます。でも、こう置いておきます。なんて言えばいいんだろうな。はい、57。後から分かんなくなるよ、絶対。テーブルのなんとかとか書いてあるから。57の90。570×90cm。こんなテーブル、ソファーの高さがいくつだよ。10cm なんだ。厚さ10cm。ああ、そういうことか。本当だったらこれを置くんだけど、そこに置いちゃうと、そうそう、これがこういう風になる。うんうんうん。で、これここがこう、うんうん、でフラットにするんだけど、それを置かないのはなんで？だからこれをこうやって置いちゃうと、うん、普段移動してる時に、うわ、乾いた。普段移動してる時に、うん、絶対捕まえられないよね。これここに座るのに、ここの背もたれがないの。ああ。ママが寝ながら移動したいって言った時に。ここの背もたれがなくなる。うん、ってことは頭しかよくかかれない。ここに座って、
ここに座って移動するときにこうやって頭だけだと辛いの？辛いよ、こうやってずっと乗ってるとここがほら一番腰に負担がかかるところが。ああ、だからこれはそのまま、うん、そうそうそう。開けるやつが欲しいの。みんなそうやってやってる。ここの真ん中に置けるファスクッションみたいなのを買うってことね。そうするとこれを移動しないでってことね。そう壊れた。そういうことです。で、あとは。よいしょ、ここだ、一番肝心なところ。あ、外すんじゃなかった。横に行ってやった方がやりやすいって言ってたの。さっき蚊殺した？さっき蚊殺した？いや、殺せてなかった。だよね、クワヨ、なんか痒いもん。59の邪魔？うん、邪魔ちゃう。結構デコボコしてんだな。いや、天井が低い。このベッド。動くワン 1DK みたいな感じだね。うん、出して何センチとか言ってったら、そしたら5センチ。そしたら後で分かんなかった時に、はい、それさ、上を外せばいい。うん、よいしょ。だから2人の時にはこうやってやれば。ああ、そうだね。かいい。どこ行ったんだろう。蚊ね、5センチの、うん、ね、68。あれどこ行った？これどこ行った？後ろ、あ、じゃない。13
計算が合わない。計算なんてあんの？違う。ここが50センチなんです。ここが50センチなんでしょ？だここは55センチじゃなきゃいけないのに。5センチないってことか。この上のは換気扇？うん。105。でも何も引かない方が掃除が楽なんじゃないの？封筒が滑るじゃん。で結局ここを汚した日にはもうどうしようもないから。31センチ。そこは何で測るの？テレビ置くところ。31センチの31×41。要はここにテレビ置くのにテレビを固定したいわけ。固定するのにここにビス打つわけいかないから、ここの上に1枚板を高すの。で板を両面テープで貼って、それにビスが打てるようになるから、テレビが動かないようにビス打ちができる。 OK、 今日は寸法だけ測りに来ました。あ、そう、あとこの 棚の奥行きで、ね、